します。朝です皆さん。おはようございます。この歯ブラシが。何これの歯ブラシもない。嘘。いただきます。早っ。今日の昼ご飯はもっともっと今日夜ご飯いっぱい作るから昼は作りたくなってたまにはね、弁当安いから。今沖縄にいてホットモットのなんかチャンプル入りスパム入りがあったんでそれにしました。マリ弁一番安い、一番安いやつ、コスパいいやつ。わあ、結構モリモリなんだけど。結構モリモリじゃない、うん、やっぱ沖縄だからかな、優しさが。じゃあいただきます。いただきます。チャンプルの匂いがするわ。うん、おいしい。いただきます。おいしい、うん、あったかくておいしい、揚げたて。めっちゃ美味しいわ。結構食べる？なんか落とす。いや、いいよ。え、いいの？チャンプル。うん。食べたい？うん、ちょっと食べ。断る。ちょっと。断った。ああ。断る。ああ。すごいすごい。いいよ、ちょっと食べ。スパムだけでいい。いただきまーす。うん、ほんと、超美味しかった。うん、ほん。これ昆布あんのいいね、下に。昆布おかかみたいな。うん、うん。ありがとうございました。バイバーイ。
生活に行きます。はい。生活終わりました。はい、すっきりです。すっきり。クリスマスに大活クラブでシャワーちょっと思ったドライヤーしながら意外と人いたよ。意外といるな。ニコルがクリスマスディナー食べたいって言ったけどちょっと外じゃ食べれないから車の中でね作っていこう。ありがとう。まあ、作りながら食べていく感じで。はい、今日はコース料理を作ってくれますよ。ね、ちょっと仕込みしないといけないから。うんうん。仕込みします。はい、お願いします。車の中でコース料理やば。なんて言うんだっけ、今までいない。全量未聞みたいな。今までやったことないようなこと、全量未聞みたいな。初体験。違う。多分ニコが言いたいのは前代未聞でしょ。あ、前代未聞だ。前代未聞の挑戦ですかっこよくない。まずスープからいこうかな。何品あるんですか今日は。1、2、3、4、5、6。わあ、すごい。今日バター使う分切っとくわ。うん、今日の動画を年内に載せようと思うんですけど、うん、日本一周半分ぐらい飛ばしての投稿になります。本当や、これも前代未聞。確かにそれは合ってる。まずはスープから作っていきますね。はい、キノコたっぷりスープです。おお。現在8時50分です。はい、ちょっと遅くなっちゃったよ。遅くなっちゃったね。シャワーとか浴びたりして。ああ、車中泊あるで。うん、移動しないといけないから。そうそう、一個一個これをまずオリーブオイルと、うん、ニンニクね。うん、入れば、ニンニクこれしかないからこれ入れます。はい、こんなもんか。オリーブオイルね。炒めていきます。扇風機、相棒ちゃん、換気扇、これで炒めていきます。この間にね、キノコをたっぷり入れちゃう。このヘタを切って、炒めていく。ちょっと塩入れていきますね。塩入れていきます。こんなもんです。この間にキノコをみじん切り。やっちゃうに、これも。いいよ、やるよ。手伝ってもらうか、じゃあ。うん、混ぜて、ずっと。はい、はい、はい、しめじをね、このみじん切りに。さあ、年末以内にあげられるか。頑張ろう。しめじもみじん切りに切っていく。
半分。じゃあ、おー、椎茸の香りやべえ。いいですね。食べますよ。椎茸も4等分して入れて、はい、混ぜてね。水をちょっとだけ入れます。ちょっとだけ。ちょっとだけ入れて、蓋を閉めて、弱火で煮込みますね。で、これバター入れていきます。塩追加で、スープはやりながら2品目に入ります。え、デザートも6に入ってるの？入ってる、うん、で実際作るのは5？多分5 多分でタラの切り身があって、これでポワレしようかな。これ塩をかけて余分な水分を落とす。置いときますか。はい、10分ぐらい、うん、切っときます。ここでここは何を作るかというと、ネギトロあるじゃん、うん、それのネギ版のネギ版をしまらっきょうに変えようと思う。おお、すごい発想がすごいな。せっかく沖縄にいるから、これでちょっとやったことないけど、うん、まあこんなもんですか。根っこを切り落として、縦切りというか斜め切りで、マグロを、うん、まあ安くていいからね、いきます。初めて見るネギトロの作り方。でこれを叩く。本当はどんどんネギトロっぽくなってる。すごい。叩いてネギトロ状にできたんで、ネギトロっていうか、うんうんうん、なんていうのネギトロなんじゃない、あ、ネギトロみたいなで、これを入れて、うん、入れて、うん、あえていきますね。あえて、うん、混ぜる。これで今日はワインだから、うん、ここに、なんとオリーブオイル。もうオリーブオイルね、ちょっと多めに。なんで入れるかって、ちょっとマグロがまずちょっと赤身、うん、結構赤身だから、うん、脂身がないんです、うん、ネギとの相性もいいから、うん、入れて、もうちょい入れてもいいかもな、オリーブオイル。ちょっと味付けていきます。はい、やっぱマグロといえば醤油。はい、おー、すごい。今日の醤油は何しよっかな、はい、いっぱいある。いっぱいあるけど、今日はイシリの昆布醤油。こんなもん。お、少しね。少しだけ。さっき温めた。オッケー。はい。火がってるとこに牛乳を入れます。ここで生クリームも入れます。意外ともこんなもんかな。胡椒ちょっと。
胡椒ちょっと入れる。ニコルから誕生日プレゼントもらった白トリュフオイル、うん、でここにトリュフオイルをちょっとこう入れます。贅沢ですこれは、うん、でちょっと醤油でコクを出して混ぜて、これちょっともう一回ひたしめてゆっくり弱火でやっていきますね、うん、じゃあそろそろ飲み始めますか。イエーイ、うん、ワイングラス、我が家にもワイングラスが入りました。白ワインはこちら、可愛い柄でございます。こちらのアミゴスミオス、名前が可愛いね、アミゴスミオス、辛口よりチリのワイン、フルーティーですっきりとした味わいだそうです。シャルドネですね、昨日仕込んだやつね昨日仕込んだやつさ、いい感じいい感じ、ほらおばあちゃんいい感じだよ成功しました、うん、クリスマスのための仕込み、これはおばあちゃんがよく作ってくれてたやつ。じゃあこちらをいただきましょう。入れちゃってくれ。はい。ちょっとニコルが入れてる間に、我々のさっきのタラですね、水分を拭き取っていきます。取って余分な水分を拭き取って、かけます。マジでばあちゃんうまくいったよ。ばあちゃん。海苔をですね。うん。振ります。はい。これでパリパリ。知らなかった。音聞こえるでしょ、パリパリ。うん。パリパリ感。聞こえたかな。うん。まだまだだ。しまらっきょ、とろ。海苔で包みますね。いい匂い。キノコたっぷりだよ。ほんとだ。めっちゃ匂いやばいね。やばい。スタートしぐらい。伝わらないんだよな、これ、匂いって。いただきましょう。はい。いただきます。メリークリスマス。メリークリスマス。あ、冷えとるね、ちゃんと。美味しい、これ安かったね。安いのに美味しいな、それが一番いい。一番いい。シナメはまずこちらから。あ、そうですね。はい、おばあちゃんが教えてくれたディップとクラッカーに乗せて食べるんですよ。うん、おしゃれだね。ありがとう。いいの？うん、これはケイシ君が前日から仕込んでおります。ディップでございます。これうまいんだよ。1品目ですね。おー、しもなくいっぱい。いただきます。いただきます。うん、おいしい。しもなくめっちゃわかるな。めっちゃわかる。合うね、しもなくめっちゃ。合うな、しもなくうまっ。すごいすごい。まだあるこれ。あるよ、これ。よかった。うん、めっちゃおいしい。うん。じゃあ次ね。うん、おいしいこれ。
まあ、タカチンスープもか。うん。今日酔っ払わずに、ちゃんと撮影を最後までやるのが目標。そう。そう。クリームスープだね。クリームスープです。めっちゃ具だくさん。やばい。うん。うまっ。超おいしい。香りからしてやばい。うん。これパンとかつけてもうまいな。ないけどさ。確かに。おいしい。うまいな。これもしかしてさ。思った。クラッカーに乗りそう。クラッカーに乗せて。うん。うん。これを。贅沢。マジ？めっちゃ具沢山。見て、一すくいでさ、普通液体の方が多いのに。これうまいな。めっちゃ美味しい、これ。これ豪華だね。この味わい。いや、しめじと、しいたけと、玉ねぎ、うん、生クリーム、基本的に牛乳とか、そんな高いものめっちゃ使ってるわけじゃない。使ってないね。これやばい。いいな。再現したい。超美味しい。うーん。うーん。うん、うん、うん、これでいいってことだな。ちょい残し。うん。あ、それ逆に入れて食ってみたけど、それも美味しいじゃないですか。こうやって、うん、そう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 、どうぞ。美味しい。うん、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 美味しい。合うよな。白ワインで決まっていいですか。おお、もちろんです。はい、どうも。はいよ。じゃあ次ね。次じゃあこれ、海苔と、うん、この島らっきょうとマグロをちょっと洋風にアレンジして混ぜたもの。初めて食べる、これ。これを包んで食べて。包んで、はい、包む、こうやって。でこのまま、うんうんうん、何でもいいよ、立てる。このまま口に持ってって。オッケー。いただきます。うまっ。うまっ。島らっきょう、これも感じるな。まためっちゃ合うな。これやばいね。これも白ワイン寄りだね。これハマるわ。マジ？うまっ。好き。うん。これ超美味しい。日本酒も合いそう。うん、日本酒合いそう。うん。あー、島らっきょういいアクセントやな。うん。超いい。これ沖縄のマグロと沖縄の島らっきょうもんね、うん。めっちゃ沖縄。いる？これ。うん。いる？この椎茸大きく1個入れたらいいね。でしょ？めっちゃ贅沢。そろそろポワレ作っていこうかな。すいませんね、私は食べる専門で。はい。うん、うまっ。さっきね、余計な水分取ったタラを焼いていきます。はい。瀬戸内の塩を使ってと胡椒で振っていきますね。裏返しにして、まだいくしょ。はい、火入れます。入れますね、うん。はい、ここにオリーブオイル、うん。はい、これで伸ばしていきます。ケイシ君のコースレールが超美味しい。笑っちゃいますね。じゃあこれね、もうポワレ風ね。でも皮面からまずしっかり焼いて、うん。で、皮面は縮みやすいからちょっと押さえつける。こうやって。本当だ、縮んでる。縮めてこれをこう押さえつける。でも余計な水分取ってくれるから、うん、飛ばないんです。本当だ、なんかどんどん油が吸い取られていく。こうやって押さえていくと皮が縮まない、うん。これを中火ぐらい。
これで焼いていきますね。焼いていく。お魚に合わせて。ちょっとだけ残しといてね。ちゃうから出る。あ、オッケー。これは結構美味しいかも。さっぱりしてて。安いし、500ぐらいやんな、多分。500円。返すときは、ちょっと弱火にして火をね。はい。で、これで、いただきます。きれいに焼けてる。ここに、魚の旨味とか出てるから、の旨味の油が吸ってるから、うん、一旦、揚げます。揚げますか？はい。揚げます。こっからはもう早い作業。強火で、トマト入れます。はい。白ワイン入れます。はい。ここでちょっとだけ塩入れます。早いね。このトマトを強火で炒めて、うん、入れちゃいます。フリートタッチ白ワインのか、あのアルコールを飛ばして、うん、で皮が取れるんで、うん、すごい瞬間。すごい、初めて知った。無駄なく。おしゃん、なるほどね。おしゃれだね。見せます。ここも早技なんだよね。ちょっと上の方がいいか。で、油、まだ、あ、残ってるよ。うん、牛乳をちょっと入れます。煮詰める。で、ついてきてます皆さん。醤油をちょっと入れて、うん、バター醤油感じ。超いい匂いする。はい、煮詰めますね。はい、くる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 と、これ完成で、これでこれをソースかけていきます。はい、はい。うわ、おしゃれ。で、最後タイム、レモンタイムとかよくあるやつ、うんうん、ちょっと振って、ちょっと入れすぎちゃった。うん、はい、これ完成。完成、皆さん完成。はい、完成。お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございます。本当に、はい、ポワレの完成。はい、じゃあポワレ食べていこうか、熱々のうちに。はい、いただきます。いただきます。箸で、箸でいきます。ナイフとかないです。おしゃれすぎる。うん、マジうまい。あ、マジでサクサク。いただきます。マジで酒進まない。うまっ。タラのポワレやばいね。タラのポワレやばい。トマトの皮だけも美味しいでしょ。やめてみ、これ。うん、美味しい。めっちゃ味ある。うまいでしょ。めっちゃ味ついてる。うまっ。すごいね、あんなスピーディーにやってさ。何分ぐらいやった？トータル6分ぐらいでしょ。で、これができんの。なんちゅうこっちゃと思えないさ、出来上がりじゃない、うん、6分だと思えない。なんかもう4日間ぐらい時間かけましたみたいな。うまい。確かに白ワインめっちゃ合う。この白ワインがうまいのかな、もしかして。結構合う。このソースうまくない。うんうんうん、ソース確かに白ワイン入れてたもんね。牛乳入れてるからちょっと気持ちあっさりしてる、うん、ね。え、ちょうどいい。もう超いいバランス。美味しいね、これ。めっちゃ美味しい。やばい。やっぱり肉食えるよね。
もう美味しすぎて食べれるの決まってる。いや俺もしかしたらなんか肉までいかないんじゃないかって思ってお腹いっぱい。ちょっと思ってた。うちもでもしょ、あ、めちゃめちゃ、うん、いける。最後まで決まれ、十分です。美味しい。うまいね。やばい。でちょっとタロやば、次クリスマスだからね、クリスマスチキンということでちょっと、まあ、沖縄のヤンバル若鶏有名なんだけど、これを買って、そうなんだ、うん、トマトの皮こんな美味しいんだね。知らんかったし、トマトの皮うまいっしょ意外と。びっくりした。皮ってなんか結構微妙じゃん。みかんの皮ね。いや違うし、トマトの皮ってさ、微妙じゃん。口残ったりするね。そうそうそう、それがないよね。てかあんな薄っぺらいのにトマトのちゃんと味が、あんのがすごい、うん、うまいわ。いくらだっけ、から。税込み380円。税込み380円、2つで、2つで。そうです。税込み380円じゃん。やばめっちゃよくない。はい、絶対作った方がいいよこれ家で。トータル作ってみたい。うちもトマト、牛乳、うん、まあ調味料入れて、まあ、400円ぐらいちゃう。2つででしょ、2つで、2人分。いや420円ぐらいか。やばい、これうまいね。うーん、トマトもホロホロ、白いんで炒めて、うーん、うーん、やばホロホロやな。酒進むな。これじゃあ仕込んでいきます。この鶏を包丁で切れ目入れて火通しやすくする。味を染み込ませるのと火が通りやすくする。塩、塩味つけます。ちょっとずつ塩。でブラックペッパー、ブラックペッパーで、ガーリックもかけてくれます。やっぱガーリックあるとかないかな。うん、タイムはね、魚にも合うけどね、やっぱり肉にも合うと思うんだよね、俺は。うん、ローズマリーは特にね、肉に合う気がする。あ、多めに見えるけど、これ焼いていくと取れちゃうから。うんうん。で、裏返して、うん、これを同じ作業をもう一回。はい。OK。仕込みは終了？仕込み、いや、まだなんだよ。オリーブオイルを。仕込みの段階で。はい。こんな感じでかけていく。これでちょっと5分ぐらい置いとく。OK。5分置いときます。赤ワインの前にちょっとビール飲んでいい？もちろん。飲んじゃって飲んじゃって。ちょっと。その後チキン来るからさ。失礼します。どうぞ。たまらんな。美味しそうやな。こっち魚いっちゃう、うん。ちょっと飲みたくなっちゃう。飲んでいいよ。マジ美味しいそれ。うまい。ちょっと私も。たまれなくうまくねえか。それやばいマジで。はい、ニコルがトイレ行ってる間にチキン作るか。はい、お願いします。気をつけて。サンダル借りていい？あ、いいよ全然。はい、これ火つけ、これ今から焼いていきます。まあ、皮面から焼いていきます。いきます。皮面からじっくり焼いていきますね。中火ぐらいかな。中火ぐらいで。美味しいか。いいよ。これ買ってきたね。めっちゃいいです。やば、超いいです。味ちょっと収まったな。チキンね、うん、ひっくり返していこうかな。多分いいぐらいだと思うんだよね、これ。あー、いい感じ。わー、
めっちゃいい色。めっちゃいい匂いするな。で、こっから弱火で裏面をじっくり焼いてって、なんか柔らかく、うん、強火にすると表面しか焼けなくて中火通らない、うん、超弱火でゆっくり焼いて、これ時間かかるけど、これがコツやな。そう、これ時間かかるけど、まあ、やっていくしかない。平氏流コツです。これはチキン焼くときいつもこうしてるよな。まあ、俺もなんかまあ強火では焼かんな、チキンは、うん、弱火でじっくり焼いて柔らかくするそうです。はい、はい、それでは次の赤ワインをいただきます。これね、ガラスに見えるじゃん。わかんない、プラスチックに見える人もいるかもしれない。ガラスに見えるじゃんね、うん、実はプラスチックなんです。もう車中泊あるある、あるある。車中泊の人ならわかると思うけど、これのグラスなんて絶対無理じゃんね。だからプラスチックです。はい、こちらを開けていきたいと思います。これも500円、節約しつつのクリスマスコースなんで、ちょっとワインの方も節約させていただきました。必要か。はい、持っとくか。はい、積みますよ。さっき積んでくれたから。下でいいよ。見えへんよ、だって。あ、下、あ、そういうこと。はい、ありがとうございます。こぼしたら終わりや。これこぼしたら終わりよ。皆さん気をつけて。じゃあいただきます。音はカーンじゃなくてさ、バタバタ、もう一回行こう。音ペットボトル当たってるみたい。確かに。うちらの好きな味じゃない、やっぱメルロって。メルロ好きだけど、まあ確かに重くはないと思う。結構なんか軽い、浅い、重めの味だけど浅い、最後は、うん、じゃない、わかる。そうそうそう、味は重めやけど最後は結構軽め、ある意味飲みやすいかもね。飲みやすいね。ほんと器用だよね、ケイシ君が。食べながらも調理しつつ、まあ、効率良いし、そうかい、うん、すごいよ。あ、近くで見ると分かる、プラスチックって。はい、ダッサ音。そうダサいけど、なんかまあ車中泊上しょうがないよね、うん、なんかグラスだったら割れやすいし、絶対無理、絶対無理。しかもさ、これ形がさ、いびつだからさ、ここ割れやすいね、どうしてもね。この中でさ、ガシャガシャガチャンってなんかうるさいし、うん、もう最高や。はい、じゃあこれで最後チキン OK ね。じゃあ、はい、お、いい感じ。いくよ、はい、どーん。いい感じよ。めっちゃいい匂いする、やばい。最後乗せますよ。はい、まーす。やばい、溶かしちゃったここに。えー、そうえー、そう、うん、洗うから。はい、タレをかけて、うん、おー、おいしそう。いい匂いすんでー。最後の肉料理、まあ、この後デザートあるけど、とりあえず肉料理ね。チキン、丸ごとチキン、丸ごとじゃない。はい、あ、これ食べていただきます。いただきます。熱々よ。いただきます。めっちゃいい匂いするな。やばい、匂いがやばい。いただきます。もう一個。うーん、やばらか。やば、やわらかい。マジでうまい。自分で作ってもあれから。うまいな。やんば。俺、やんばる若鶏もうまいの。うん。いや、お腹いっぱい食えないと思ったけど、全然食えるな。うん。うん、ま。うま。やわらか。こんなことある？レベチ。うん。この鶏もうまいんだろ、ね。鶏うまいな。この鶏美味しい。なんだっけ、ヤンバル鶏。ヤンバル鶏美味しい。沖縄の鶏かな。これでいくらだ？
じゃあ日本で500円日本で500円これ1個250円。めっちゃ良くない？うまバカだ。これびっくり6、7000円すると思う普通に。うん、まっ。全然味も濃くないでしょ。うん、うん、うん、ちょっとゾンビしょ。うん、うますぎる。これのじゃあいくらかね。いくら？全部合わせてだよ。全部合わせて。うーん、まあ、だってクラッカーもあるし、キュウリも入ってたし、トマトも入って。多分マックスで2500から3000円ぐらいだと思う。2人で。2人で。うん、2人で2500から3000円ぐらいだと思う。もうワイン別でね。簡単に言ったら2人で5000円いってないから。まあ、結果としていいんじゃない？これはもう家で作った方がいいね、絶対。車でできたっていうのはすごい良かったね。そうね、それもあるよ。家じゃないからね、車だからね。うん、最後デザートの時にね、うん、もう一回そっかゆっくり食べてきます。うん、締めに使って山に最後もらおうか。はい、袋がない。ちっちゃい袋。それこにあ、やばい、やばい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 、分かったね、やばい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 、ごめんなさい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 。めっちゃこっちにもこぼれてる。ごめん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 、やばいやばいやばい。いいけど別に。ほんまやばいんだけど、マジで最悪。本当にごめんなさい、すいませんでした。一回中断ね。ごちそうさまでしょうか。クリスマスクリスマスティーナ、ごちそうさまでした。ありがとう、作ってくれて、はいはい、最後デザートでね、サラダアンダギーの鍋、いろいろな味がついてるやつ、ジューシリを食べたいと思います。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。じゃあ今日はクリスマスディナーして、まあ、クリスマスの日終えました。はい、じゃあこれから出ます。出ます、寝よっか。はい、はい、じゃあ寝ます。おやすみなさい。おやすみなさい。メリークリスマス。メリークリスマス。寝よっか。寝ましょう。よいしょよいしょ。じゃあ寝ましょうか。寝よっか。ネッキャしてね、これ。はい、はい、おやすみなさい。最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でまた会いましょう。